本庶教授の研究への厳しい姿勢を間近で見てきた妻の茂子さんは、何でも諦めない、とことんこう極めると、それは家の中のちょっとしたことでもそういう態度は見とりましたので、まあ、この結果につなげたのかなっていうふうに思っております。